大阪市役所に就職が決定いたしました。故郷に愛着があったのと、2025年に開催される大阪万博に携わらせていただきたくて、この仕事を志望しました。就職課の先生が公務員の面接専用の対策表を作ってくださいまして、面接練習をさせていただきました。そのおかげで当日落ち着いて面接を受けることができました。3年生の授業の時にエレクトロニクスプラクティス、通称エレプラという授業があったんですけれども、これは学生同士で協力し合って、人がセンサーの前を通ったら反応するというセキュリティシステムを作る授業でした。自分は液晶モニターをつけまして、そこに文字や天気、今の時間や日付などをリアルタイムで表示するためのシステムを作ったんですけれども、それでプログラムを使って作りました。自分の作業が終わった時は他の人の作業を手伝うようにしていました。授業でやったことだけでは全部完全にやりきることはできないので、ネットや図書館から参考になる情報を拾ってきて使っていましたが、それでも足りないものがあるので、そんな時に他の人がもっといい情報があるよなどと教えてくれてすごく助かりました。なので自分も周りを助けるようにしています。